はじめまして、ピクスター株式会社の駒田と申します。当社はですね、インターネットでフラットな世界を作るという理念のもと、写真、イラスト、動画といったデジタル素材のオンラインマーケットプレイスを運営しております。そのピクスターというサイトの仕組みなんですけれども、こちらにありますようにですね、投稿クリエイターさん、こちら誰でも素材を投稿することができるんですけれども、まあ、プロアマ問わずですね、今18万人以上の投稿クリエイターさんがいらっしゃって、そっちの方々から写真、イラスト、動画といったコンテンツを投稿いただきます。それを当社の方で全てを審査をいたしまして、販売に回しております。で、購入者さんの方はですね、主に広告会社さんや、制作会社さん、デザイン会社さん、あと出版社、テレビ局といったですね、まあ、メディアクリエイティブ業界の方々を中心に活用いただいております。で、この方々が、素材を購入するしていくたびに、投稿クリエイターさんには報酬が付与されるという仕組みとなっております。創業の経緯なんですけれども、2000年代の前半にですね、デジタル一眼レフカメラが大ヒットしまして、同時にインターネットが、まあ、ブロードバンドという形でどんどん普及されることになりました。それを受けてですね、アマチュアのカメラマンの方でも非常に高品質なデジタル写真、これを撮影してですね、インターネット上にどんどん投稿されるという動きが広がっていきました。で、私自身ですね、昔からコンテンツやクリエイティブといったものが非常に好きだったんですけれども、まあ、自分自身はですね、それを生み出す才能というものは、まあ、あまりないということがございまして、まあ、それを生み出す方々を支援したいというふう思いを持つようになりまして、この事業を開始いたしました。で、まあ、この素材の事業というのはですね、昔から高価格の商品というものが主流だったんですけれども、当社はそれを低価格でですね、高品質な多彩な素材を提供するという価値を生み出しまして、で、まあ、リーマンショックなどでですね、不景気という状況が、まあ、追い風にもなりまして、ここまで成長を続けてまいりました。この10年間でですね、まあ、インターネット上にさまざまなメディアが生まれてきたり、あとはいろいろなものがデジタル化されてきてですね、新たな利用用途というものがどんどん生まれております。こちらにありますように、看板がデジタルサイネージに切り替わったり、紙のポップが電子ポップに切り替わったりですね、あとは、まあ、インターネット上のさまざまなニュースメディアだったり、ソーシャルメディアマーケティング、また温度メディアといった新しいメディアが生まれてきていて、まあ、この素材、デジタル素材のですね、活用頻度、活用の量というものはですね、飛躍的に増加しております。具体的な使用事例ですけれども、こちらにありますように、下のですね、3つはいわゆる紙メディアの利用事例なんですけれども、まあ、こういったもともとのですね、利用も非常に多く進んでおりまして、加えて最近はですね、やはり上にありますようなニュースメディアですとか、インターネット上のキュレーションメディアといった新しい用途に非常に活発に利用がいただいております。当社のようにですね、インターネット上のプラットフォーム事業というものはですね、利用者が増えれば増えるほどサービスの価値が高まるという特徴がございます。こちらの右の図のようにですね、ピクスタで言いますと、素材が増えれば増えるほど購入者さんが増えて、で、購入者さんが増えれば増えるほどさらに素材も増えていくという循環が働きやすいということで、まあ、素材が増えていけばいくほどサイトの参入障壁が高まっていくという特徴がございます。またですね、当社の収益構造としましては積み上げ型の収益モデルとなっておりまして、毎年ですね、新たに購入者さんが登録いただきますと、その方々がリピーターとなってですね、毎年毎年売り上げが積み上がっていくという構造となっておりまして、非常に安定的な収益モデルとなっております。業績につきましては、こちらにありますように、これまで順調に推移してきております。2014年にですね、通期で黒字化いたしまして、利益につきましても今後順調に積み上がっていくものと考えております。
今後の展開に関してですけれども、既存事業のですね、写真イラスト販売、こちらの安定的な成長に加えまして、動画販売、海外展開といった分野をさらに強化していきたいというふうに考えております。で、既存事業のから生まれたですね、キャッシュフローをですね、新規事業の展開に投資しまして、さらに成長を加速させていきたいというふうに考えております。で、新規事業に関しましては、今年の2月にですね、フォトワという出張撮影マッチングサービス、こちらを開始いたしまして、今後展開していきたいというふうに考えております。昨年はですね、上場もいたしまして、これからさまざまな挑戦をしていきたいというふうに考えております。会社の活動についてはですね、コーポレートサイトやブログ、また IR 活動を通じてですね、積極的に情報発信をしていきたいというふうに考えております。どうぞご支援のほどよろしくお願いいたします。